さて今回もマシンキーやっていきましょう。さあ今回はね、今までの5、6パートで作ってきた路線のねチェックと、あと最適化もしたいかなと。さあ現在かなりね列車数増えて、だいたい30、40くらい走っていて、まあ、特に大きな駅になるとこのようにね車の往来も激しいと。で木の板こんな運んでないと思うんで、まあ、車もちょっと多すぎる気はするんですが、まあ、持ってこれたらいいなと。でご覧の通りね、もういろんな列車がもう来てます。どんどん来ますね。でこの鉄の子がね、この中央を使う必要はないだろうと思うんで、まず鉄の進化を進めましょう。鉄はこここのどれかに入ればいいんで、そうだね、どこから来る、これこの辺から来るんだよね。この外回りのやつをこうまっすぐ伸ばした上で、この辺からね猛幅に越えちゃうと、まあ、この下があるのでこれくらいかな。この辺新しく作ると思えないんで、橋を作ってダイレクトでいきましょう。ちょうどそこ入れないんだね。どっか適当に OK、 そこで合流します。でこの辺ねちょっと広げました。まあその改善の前に改善してるんですけど、これは前やったね、いろんな方にこう行けたりするんですが、この鉄の部分の駅を増やして通りやすく、まあ、どんどんね通っていくんですが、こう止まってる間に越せるようにとか、ちょっとここが貧弱かな。せっかくなんでこいつ越えたら3個目別個で組みたいかな。石炭は帰ってくるゾーンね。望みとしては内側のこの2番目か。時代進んだんじゃないかな。今 PC に唸っています。さあ変わりました。4の時代ですね。最新が近づいてきています。事故ったっぽいよ、大丈夫？ここかな。切り替えありにしたんですよね。事故起きてるかもしんない。切り替えでも事故って言ったらここくらいだよね。やっぱこの4車線で車無理かな見たことないからね。ちょっと踏切として単純やっぱ欠陥かな。道路変わってますね、車の。さあこれはちょっとね改善で面白くなりましたが、ここは列車優先にしましょう。こう進みやすくをモットーに。これ使ってるかな。鉄、あこいつ来たね。これでも行かないな。鉄はこれどうやって帰ってきた？長いですね。ここら辺かな。合流したいのかな。信号が割と少ないんだろうね。これ起点に置きまくって。鉄はこの辺で多分どっか変わる感じかな。上には行かないと思うんですよね。
めちゃくちゃ複雑になってますね。こう上の方とかこれやばいでしょ。どこからこれ来てんのかと。これ鉄のルートです。これどこからここに来たのかと。これちなみにですけど、鉄がね、ここで回って、本来ならこのまま左に行くんですけど、それがここで内側に入ることによって、こう、この石炭のね、内側を通るルートを、鉄がそれを走って、新しくここに当たり、こう内側走って、で、ここね、どっちか、こっちかな。こっち行って、で、橋に通るという、多分、ルートが構築できたと思うんですよ。どうかな、行ってくれ。こっち側まだ作ってないですね。だこの作ってないレールが結構多いんで、それを作っていきましょう。でここはなかなか解決ないですけども、これを、そうそうよ、それで車とか走る中をね、こう優雅に上から見るわけですよ。止まってるなと、あっちにも橋があるなと。すごい密度ですね。こんな田舎に複雑な路線を組んでいくという謎な現象ですけども、で彼らは非常にね、非常に時短できてるかなと。多分こっちの方が多く持ってけそうだね。で次問題、ここの駅の負担がやばい、やばい論ですね。内側回るかな。基本的にこうやってね、どちらも行けるよってやつは絶対ないといけないんですよ。これ義務まであるんで、こうかな。そうちょっと多いですけどね、この辺ね。こうすれば行きやすくなるかな。単純に太くしましょう。これ駅これ4のやつですね。でこいつに権利はないのか、自由の権利はないのか。ここに行かざるを得ないと。これが一番権利ないね。もう選択しないもんね。さあ一応作りましたが、今変えていたところでしょう、多分通知が来ていたのは。よし、あこれ駅置けないな。こういうパターンの場合、置き換えだね。こっち行ってみるか。邪魔かな。こういうとこ複雑なんですよね。これくらいはしないと円滑には進まないね。こうしながら選択肢はこう分けるよと。オッケーオッケー。円滑かつね、多様性と。さあ次のチェックポイントはどこかな。これも完成しないですけど、この辺あったんじゃないですか、これ。大規模化は済んでるんですが、まあ、やはり
多いと。でここですね、ここ非常によく通るんで、帰り4車線問題ね。なんならこう内側に対しては2車線しかないに等しいので、なんとか増やそう。駅は縮小の方針で、これ最大か、最大だね。さあこれも早めに切り返すか。問題は狭いことですね、これね。もっと広げよう。よし、これで移動しやすくしながら、これだけでもちょっと変わったと思いますが、先ほどのこれね、これうまくさせないかな。ここだけ入れるよみたいな。だ割とこの内側に対しての比重が重いかな。そこ入りたいんだ。これここまでで1本 OK。 悪くはないね。専用になりました、ある意味ね。で真ん中が2本、そこから分かれるんで、もう3本いけると。ここから右に行く必要はないので、まあ単純にね、並走用と。外からの1本ですが、もう外からの1本をもう伸びにしよう、完全な1本に変えていきましょう。で、まあ、ここだね。でちょっと間隔10にしますか。多分8は狭いね。十分十分。でこの帰りですよ、これ。どういう引き方してんだろうこれ。こっち、あ、もうほぼ2本で行ってるんだ、信号。これ入りがあるんだね。これ使わないのもったいないね。ってことはこうで、こうで、こうですよ。選択肢の多様化。おい、どうした。どうした、 そんなに曲がるのか、合ってんのかそれは。そこまで行ったらもう妨害ですよ。あ、違う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 、経年劣化すごいですね、あれは。すごいな、ちょっと妨害にも程があったね。割とここ入っていいだろうと。まあ、こういう複数のところはこういったやり方をできるっていうつむ強みがねあるわけですね。
まあ、想定して作ってないんで、この辺がもう不可能ですけどね。この入り組んだこのいけるやついけないやつのこの分岐を、これを変えよう。もうここから先で調整できるんで変えよう。ここでしょ。あー無理か。ここにしますか。じゃあ変わったかな。変わったかっていうとちょっと微妙ですね。でこれは切って、外側切る。これどっち切ろっかな。ここ切らないとダメですね。あらすっきりあらあらすっきりしましたね。これでいいんですよ、この辺はね。手前で好き勝手しましょう。別にこれこうやってここで組めるんですよね。そういえばどの辺だっけな。こうやって信号を切るかな。こうすれば、ここの1本でね、好き勝手スイッチができると。これでいいね、まあ、ここで止まったら無理ですけど。だここではないんですね。もっと手前でやるべきでしたか。この形をちょくちょく置いていけばいいのかなと。こうやって横に通せますね、しかもね。もう信号を受けないでしょうけど。こっちいらないか。赤いまんまだね。あ、そうなるとそっちがいけるのか。なるほどね。反応してと。いいんじゃないですか。で、ここをなんかみんな勝手に切り替えていくんですけど。そう、この奥3の出口の大変さね。これ、橋じゃなくていいのかな、別に。橋である必要あるのかな。ここになんかこっち行くみたいな雰囲気でやってるからそうなってるだけだって。これどうでもいいですよね。ここだ、別にこの橋いらなくない。その分拡大しよう。切ってもいけないしな。例えばここからグイーンみたいな無駄か。あ、待って、なんか増えてるんだけど、春日井が増えてますね。愛知県の春日井でしょうか。いやーこれいけるな。いけないかなって思ったけど、ここで入れてもいいんですが、ちょっと車庫的な関係でね、悪くなってしまうと。あ、でもいけるか。車庫も使っちゃおう。ここのここギリよ、いけるよね。ここ別に OK。 車庫ライン車庫ラインでもこれほぼほぼ無理ですね。もう発展性がないです。こっちに広げても車庫があるので。で考えたらやめよう。そんな通さないと思うんですけどね。まあ事実上の車庫にしてもいいんですけどね。これはそもそも街が1軒しかないので、広げるところからと。どうよこれどういう感じなんだ。街が見えてこないですね、全く。
こうですか、ここにできます、町が。そういったイメージで置きます。こうでいいですね。完成です。まあ、車庫なんてほぼほぼね、出してないときは出さないんで、全く。どこに行きたいんだろう。ちょっと変わってますね。時代が進みすぎています。フィリップ行きましょうか。フィリップかな、合ってるか分かんないですけど。さあ、もうだいぶ変わりましたね。全くね。追いついてなかったりしますけど、セカンドクラス行きます。読んでいけるでしょう。どこに行こっかな、これ。まあ、こうか。ここの基本3線ね、シンプルに行けます。ただこれ絶対的にこの下側に入らないと帰ってくれないんで大変だね、そうやって考えると。これちょっと作っとくか。出たね。さあ来ました、見てみましょう。さあ動力も変わり、音がね変わってますね。モーター音みたいな。1970年か。いいですね。だいぶ今走ってる列車が化石になってきてるんじゃないかな。無駄に広いね、これ本当に。なんとか調整できたと思います、まあ、広がりはしたかな。まあ、そもそもね、いろんな列車入ってくるんで簡単にはいかないですね。6個くらい作って3-3で分けるくらいしないと円滑にいかないですね。よし、オッケー。まあ、別に特別なねルートでもないんで、まあ、これ簡単ですよ。さて次はね、まあ、ここはほぼ住んでると思うんですよ。多分たまにね、この橋を2つの車両が通ることがあると思うんで、そういうの見たいなくらいの感じですが、これ信号ほぼほぼないんですね。大丈夫か。例えばここで詰まってたら入れてあげるくらいの、そう精神で持っていきましょう。さあ同時に来ないか。並んでるとこ取りたいな。